多くの ECC メモリリムは片面につき非 ECC リムより1個多い9個のメモリジップを搭載している。ECC メモリとはコンピュータの記憶装置の種類の一つでデータ破損を検出し修正する機能を持つメモリである。ECC メモリは計算に時間を要する科学技術計算を行うコンピュータやどんな状況でもデータの破損が許されない。 金融機関などのコンピュータで使われている。多くの場合、ECC メモリは1ビットで、エラーが生じても維持できる記憶装置である。もしビットが壊れて1ビット反転したとしても、各ワードから読み出されるデータは常に書き込まれた時のデータと同じになるよう修正される。一方、非 ECC メモリは誤りを修正できない。パリティをサポートする非、 ECC メモリは誤りを検出できるが、訂正はできない。コンピュータシステム内部の電磁気的な干渉により、ダイナミックラムの1ビットが自発的に反転することがある。はじめは、チップのパッケージに含まれる不純物から放射される、アルファ粒子が主な原因だと考えられていたが、d r a m チップの単発的なソフトエラーの多くは、環境放射線、主に二次宇宙船に含まれる、 中性子によって一つかそれ以上のメモリセルの内容が変化するか読み出し、または書き込み回路が妨害されるためであることが研究で示された。したがって誤り率は標高とともに急速に上昇する。例えば標高1500メートルでは海面よりも中性子束が3.5倍に増え、10から12キロメートルの高度では300倍にもなる。その結果、 高度の高い場所で運用される装置には特別な信頼性対策が必要となる。一例として1997年に打ち上げられた土星探査機カッシーにはそれぞれ2 5ットの市販の D-LAM チップを持つ同型のフライトレコーダーを2つ搭載していた。組み込みの誤り検出訂正機能のおかげで探査機のエンジニアリングテレメトリはワードあたり1ビットの エラーとワードあたり2ビットのエラーの数を報告してきた。はじめの2年半の飛行で、探査機は1日に約280回でほぼ一定の1ビットエラーを知らせてきた。しかし1997年11月6日、1日のエラーの数は4倍以上だった。これは、ゴーズ9衛星が検知した太陽フレアの影響だった。D ラムがどんどん高密度になり、チップ状の部品が 微小化すると同時に動作電圧が低下し続けるため d ラムチップがそのような放射線の影響をより頻繁に受けるようになることが懸念された低エネルギーの粒子がメモリセルの状態を変化させられるようになるからである一方メモリセルが小さくなれば標的が小さくなるわけでありまた ISOI のような技術への移行により個々のメモリセルの感受性は従来と変わりないか むしろ低下するかもしれない。最近の研究は、プロセスの形状により、またメモリーセルのエラー発生率が上昇するという予測に根拠がなかったことにより、宇宙船によるシングルイベント、アップセットが劇的に減少したことを示している。2007から2009年の研究で、エラーの発生率が1010 10エラー、ビット、時から1017エラー、ビット、 地まで7桁にわたってざまざまであることが発表された。Google の非常に多くのサーバーを対象にした大規模な研究が、シグメトリックスパフォーマンス09コンファレンスで発表された。実際に観測されたエラー発生率は小規模な、研究よりも数桁高く、1メガビットあたり10億時間ごとに25000から7万回だった。毎年8%以上の DIM がエラーの影響を、 受けていたメモリエラーの結果はシステムによって異なる。EC のないシステムでは、エラーは、クラッシュかデータの損失を招く。大規模な工場では、メモリエラーは、マシンのクラッシュを起こす最も一般的な、ハードウェア的原因の一つである。メモリエラーはまた、セキュリティの脆弱性の原因にもなる。観測可能な誤動作の原因になったり、計算、または、 保存に使われるデータに影響したりしなければメモリエラーの影響を受けないことがある。2010年のシミュレーション研究から Web ブ,ブラウザに対してメモリエラーのわずかな一部分のみがデータの損失を引き起こすが、しかし多くのメモリエラーは断続的で相関的なのでメモリエラーの影響は独立なソフトエラーから予期されるよりも大きいことが示された。隣接した。 メモリセルへの特別に採掘したアクセスによる意図しない副作用により D ラムメモリセル同士の分離が迂回されうるといくつかの実験は結論付けている。したがって近年のメモリセル密度の上昇に伴い D ラムに格納されたデータへのアクセスがメモリセルに電化の漏れと電気的な相互作用を引き起こし元のメモリアクセスで指定されていない金棒の行の内容が書き換わる。 この効果は、ローハンマーとして知られており、コンピュータセキュリティ上いくつかの特権昇格攻撃に使われている。例として、1ビットエラーはエラーチェックのないシステムでは無視されるだろう。パリティチェックのあるマシンは停止するだろうし、または、E 指 c によって自動的に訂正されるかもしれない。ASCII 形式で数字を保持している表計算ソフトが読み込まれているとしよう。 8の文字が格納されたバイトの再開ビットが、チップの故障で1に固定されてしまうか、環境放射線や宇宙線によって1に変化してしまうと、表計算ソフトと、その保存データが変化する。結果として、8はこっそりと9になってしまう。望ましくないビット反転に対処するため、いくつかのアプローチが開発されている。障害許容性プログラミング。 パリティ付きラム、ECC メモリなどである。余分なビットを持つメモリとこれらのビットを使うメモリコントローラを持つ d r a m モジュールを使うことでこの問題を緩和することができる。これらの余分なビットにはパリティ、または誤り訂正符号を記録する。パリティは1ビットのエラーを検出できる。最も一般的な誤り訂正符号はハミング符号で1ビットのエラーを訂正でき。 2ビットのエラーを検出できる1ビットエラー訂正2ビットエラー検出である。チップキル EC はより効果的なバージョンでメモリチップ全体のデータ損失を含む複数ビットの訂正ができる。なぜ CDC6600 からパリティを外したのかと問われたシーモアクレイがパリティは納付のためのものだと答えたのは有名である。 次の CDC7600 にはパリティを組み込んだため、専門家から多くの農夫がコンピュータを買うだろうとひねくられた。初代 IBM PC とその後1990年代初期までの PC はパリティチェックを使っていた。その後の PC のほとんどはパリティを使っていない。AMD のほとんどすべての64ビット製品を含む現在のマイクロプロセッサ用。 メモリコントローラの多くは ECC メモリをサポートしているが多くのマザーボード特にローエンドのチップセットを使っているものは ECC メモリをサポートしていない ECC 対応のメモリコントローラは64ビットワードに月1ビットのエラーを訂正でき2ビットのエラーを検出できるある種のコンピュータバイオスはあるバージョンの Linux Max Windows といった OS との組み合わせにより大きな故障に至る前に不具合を起こしたメモリモジュールの特定に役立てるため検出、訂正したメモリエラーを係数することができる。D-RAM チップには誤り訂正回路を内蔵するものがあり e c メモリコントローラーを持たないシステムでも ECC メモリの恩恵の多くを得ることができる。システムによっては EOS メモリモジュールを使うことで 同じ効果を達成できる。誤り検出訂正は発生が予期されるエラーの種類によって異なる。暗黙的にメモリワード中の各ビットの故障は独立であり、二つのエラーは同時に起こらないだろうと仮定されている。メモリチップが1ビット幅だった1980年代前半には、それは事実だった。 後年、技術開発によりチップ内のビット数は増大した。この弱点は、様々な技法によって対処されている。IBM のチップキル、3マイクロシステムズのエクステンディット ECC、ヒューレットパッカードのチップスペア、インテルのシングルデバイスデータコレクションなどである。誤り訂正符号により D-RAM のソフトエラーに対する保護を強化することができる。 EC メモリや ETAC 保護メモリとして知られる誤り訂正メモリは特に高い対象外性が求められるようと、例えばサーバや多くの放射線にさらされる、宇宙機などに特に適している。周期的にすべてのアドレスを読み、ソフトエラーの除去が必要ならば訂正したデータを書き、戻す、メモリ磨きをするシステムもある。インターリーブは潜在的に反転する、 可能性のある物理的に隣接した複数のビットを異なるワードに配属させることにより単一の宇宙船による影響の広がりを許容する。アクセスとアクセスの間にどのワードでもシングルイベント、アップセットがエラーの限界値を超えない限り訂正が可能で実質的に誤りのないメモリシステムを維持することができる。誤り訂正対応メモリコントローラは 伝統的にハミング符号を用いているが、いくつかは見え化を用いている。後者はハミング符号による誤り訂正ハードウェアよりも高速な点が優れている。人工衛星ではラムにハミング符号を使うにもかかわらず、しばしば見え化が使われる。初期の ECC メモリの実装では訂正可能なエラーがマスクされてエラーが発生していないかのように振る舞い、 訂正不可能なエラーのみ報告するものが多かった。新しい実装では訂正可能なエラーと訂正不可能なエラーの両方を記録している。訂正不可能なエラーが発生する可能性を下げるためにエラー発生率の高いメモリモジュールを予防的に交換する人もいる。多くの ECC メモリシステムは CPU とメモリの間に外付けの誤り検出訂正回路を使っている。 内蔵と外付けの両方の ETAC システムを使う ECC メモリシステムは少ない。外付け ETAC システムは内蔵 ETAC システムが訂正できないある種のエラーを訂正できるように設計しなければならない。特に沼アーキテクチャに関連するメモリコントローラ統合 CPU への移行に伴って現在のデスクトップとサーバーの CPU は ETAC 回路を CPU に統合している。 2009年現在、最も一般的な誤り訂正符号は、1ビットの誤り訂正と2ビットの誤り検出能力がある、ハミング符号とシャオ符号である。メモリ保護のために、他の誤り訂正符号も提案された。2ビットの誤り訂正と3ビットの誤り検出符号、1ニブルの誤り訂正と2ニブルの誤り、検出符号、リードソロモン符号などである。 しかし実用的なダビット訂正は、普通複数の1ビットエラー訂正2ビットエラー、検出符号をインターリーブして実装されている。初期の研究では ECC 回路の面積と遅延の縮小を目指していた。ハミングは、ある特定の検査行列により1ビットエラー訂正2ビットエラー、検出符号が可能なことを最初に示した。シャオは、奇数の A と列に持つ、 別の行列が1ビットエラー訂正2ビットエラー、検出能力を持ち、ハミング符号よりもハードウェアを小型で高速にできることを示した。さらに新しい研究は、面積や遅延だけでなく、消費電力も減少させようとしている。ECC メモリは主に DRAM であるが、キャッシュメモリや SRAM にも ECC メモリがある。インテルアイテニアム、ザイオン、AMD アスロン、アプタラン、 d e c α 2 2 6 4など多くのプロセッサはチップ上のキャッシュメモリで誤り訂正符号を使っている。2006年現在、e d c ECC と ECC ・ ECC の2つが商用マイクロプロセッサの最も一般的なキャッシュエラー保護技術となっている。e d c ECC は誤り検出符号をレベル1キャッシュに用いる。エラーが検出された場合、 ECC で保護されたレベル2キャッシュからデータを復元する。ECC、ECC は ECC で保護されたレベル1キャッシュと ECC で保護されたレベル2キャッシュを用いる。EDC、ECC を採用する CPU はすべてのストア命令でレベル2キャッシュへライトスルーする。レベル1データキャッシュからの読み出し中にエラーを 検出すると、その部分のデータは、レベル2キャッシュから復元できる。詳細は、レジスタードメモリを、参照2枚の8イト DDR4 から 2133CC1.2V、DIM レジスタードメモリ、または、バッファードメモリと呼ばれるものは、ECC メモリと同じではない。両者の機能は異なる目的を果たす。サーバに使われるメモリは、多くのメモリモジュールが、 電気的に問題なく使えるようレジスタードで、かつデータ完全性のために ECC であるのが普通である。デスクトップパソコンに使われるメモリは経済性のためバッファードでも ECC でもない。しかしレジスタードでない ECC メモリもあり、非サーバー用のマザーボードで CPU が ECC をサポートする場合にそのようなメモリの ECC 機能をサポートするものがある。レジスタードメモリは バッファ回路を持たない、マザーボードでは確実な動作ができない。また逆のことも言える。最終的には異常時のデータ損失に対する保護と高いコストはトレードオフの関係にある。EC は検出されないデータの破損から保護し、そのようなデータの破損が受け入れられない。例えば、科学技術計算や金融情報処理、ファイルサーバーのようなコンピュータで使われる。 ECC はまた特にマルチユーザーのサーバや公開要請システムでは許容できないクラッシュの回数を減らす。重大でない用途のマザーボードとプロセッサの多くは価格を抑えるため ECC をサポートしない設計になっている。いくつかの ECC 対応ボードとプロセッサはレジスタードでない ECC メモリをサポートするが非 ECC メモリでも動作する。システムのファームウェアは ECC メモリが取り付けられた場合に ECC 機能を有効化する。普通 ECC メモリは非 ECC メモリよりも高価である。ECC メモリモジュールの製造には追加の回路が必要であり、ECC メモリや関連機器の生産量が少ないためである。ECC 対応のマザーボード、チップセット、プロセッサもまた高価であろう。アプリケーションや実装にもよるが、 ECC メモリコントローラが誤りを検出するために余分な時間を要するので、いくつかのシステムで ECC はメモリ性能が2から3%下回る。しかし、CPUNECC の統合が試みられた新しいシステムではメモリアクセスの遅延は発生しなくなっている。ありがとうございます。